おと軍はアメリカ合衆国のネブラスカ州にある軍。2000年時点の人口は15,396人で、軍庁所在地はネブラスカシティ。ネブラスカ州のナンバープレートで、おと軍の車両は最初の数字が11になっている。これは1922年にナンバープレートの制度を確立した際、おと軍の車両登録台数が州内の軍の中で11番目に、 多かったからである。おとう軍は1854年に組織され、この地で代々暮らしを営んできたインディアンの名に、ちなんで名付けられた。アメリカ合衆国国政調査局によると、この軍は総面積1603平方キロメートルである。このうち1595平方キロメートルが陸地で、9平方キロメートルが海や湖などの水地域である。 総面積のうち0.55%が水地域となっている。お東軍の水売り側にように引かれている東側の境界付近は肥沃な丘陵地域が広がる一大農業地帯になっている。トウモロコシ、大豆、ミロ、小麦などの農作物が数カ所あるリンゴ農園に隣接して作付けされている。畜産では主に肉牛が買われていて、 地元で生産される穀物が彼らにとって最高の飼料になっている。弟という軍名はインディアンのワコタ族に由来するもので、彼らは現在のオト軍の水売り川沿いで暮らしていた。弟はそのワコタ族の別称で、喜ぶ男女という意味がある。2000年の時点での軍の人口ピラミッド2000年の国勢調査によると、オト軍には15,396人。 6060 60世帯及び4229家族が暮らしている。人口密度は10平方キロメートルで4平方キロメートルの平均的な密度に6567件の住居が立っている。この軍の人種の構成は白人ーセント、黒人セント、先住民セント、アジア系セント。 太平洋諸島系0.03%、その他の人種1.14%、及び混欠0.65%で2.45%の人々がヒスパニック、またはラテン系である。お東軍に住む6,060 60世帯のうち32.50%は18歳未満の子供と暮らしており、59.70%は夫婦で生活している。 7.20%は未婚の女性が接待種であり、30.20%は家族以外の住人と同居している。26.40%は特許で、全世帯の14.10%は65歳以上の特許老人世帯である。1世帯あたりの平均人数は2.48人であり、家庭の場合は3.01人である。 軍の住民は26.30%が18歳未満の子供で18歳以上24歳以下が6.40%、25歳以上44歳以下が26.10%、45歳以上64歳以下が22.80%、および65歳以上が18.30%となっている。平均年齢は40歳である。 女性100人に対して男性は96.20人いて、18歳以上の女性100人に対しては男性は91.80人いる。軍の世帯ごとの平均収入は37,302ベードルで、家族ごとでは45,295ベードルである。男性の3 6 8 2ベ米ドルに対して女性は21,520ベードルの平均的な収入がある。 この群の一人当たりの収入は17,752ベ米ドルである。総人口の8.10%、家族の5.90%は貧困線以下である。18歳未満の子供の9.30%及び65歳以上の7.70%は貧困線以下の生活を送っている。ありがとうございます。